排気量 146cc から始まった E 型エンジンのドリーム号は毎年改良が重ねられ 2E、3E、そしてこの年の 4E 型へと仕様変更が進んでいたが、あれ、この4E 型に思わぬ不調が起こった。ブレーキをかけた時にエンジンが止まってしまったり、スロー回転の時にプラグがかぶるというクレームが殺到。売れ行きがぱったり途絶えてしまった。どうだ、やっぱりかぶりますね。ちょっと俺に貸せ。はい。何よく走るじゃねえか。何？ショートストロークのせいじゃないかな。 220cc へのボアアップが無理だったんじゃないですか。バカ、俺のエンジンに間違いがあるもんか。あ、はい。おう、川島君、どうだった？はあ、明日1億円の手形を落とさなきゃならないんだ。今社に手持ちの金はいくらある？それが10万円ほどしか。10万か。何をしている？は？さっさと代金回収に行かんか！は、はい！全力で集めろ！はい！1954年、ホンダ技研工業は折からの不況といくつかの計算違いが重なって会社設立以来の最大の危機を迎えていた。まず株号 F 型がこれまでほどの勢いで売れなくなった。それは株号の人気に追随するメーカーが同種のエンジンを開発、自転車店の販売網へ参入してきたため激しい競合が起こっていたからである。さらにドリーム号 E 型と同時に発売したジュノー号は世界初のセル付きスクーターであり、数々の最新技術を盛り込んだものである。その重さ170キロと取り回しの不便さで思わぬ不人気を呼んで売れなかった。また4ストロークエンジンの原付車として発売したベンリーもギアとタペットの騒音が大きいと評判が良くなかった。そして今ドリーム号までもが不調。さすがの藤沢も同時期に主力商品が全て不調となるなど考えもしなかった。それどころか前年に資本金600万円に対して4億5000万円もの工作機械を購入したのは、これらの商品の成功を目論んでのことだったのだ。まずは減産体制を徹底するしかない。しかし当面の運転資金はどうやって引き出す？また決済の金の段取りはどうする？状況は深刻だった。藤沢は決断した。自ら埼玉製作所に赴き、従業員全員を集めて危機の状況を率直に説明することにしたのだ。いいか、今はホンダの一番悪い時だ。ここを乗り切ればまた立て直すことができる。そこで我々は緊急体制を取らなければならない。よって去年作っていたドリームの 200cc のエンジンを作ってもらいたい。5日間でいい。全力で作ってほしい。 200cc なら売れるんですか？売れる。一方総一郎は、アクシデントの原因は総一郎の採用したショートストロークにあるのではないかとの大方の見方に対して必死に原因を探っていた。エンジンじゃない、キャブレターに違いないんだ。しかしキャブレターをどうすりゃいいんだ。
続いて藤沢は外注業者全員に集まってもらうことを決めた。これは常識では考えられないことだったが、藤沢らしい誠実なやり方だった。そうするとこれからしばらくは部品を仕入れても 30% しか払ってもらえないのか。そうです。今我が社には部品代を全額支払う金はありません。ですからしばらくは納入を見合わせるというのであれば、それはそれで結構です。そんなバカな話があるか。そうだ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 。申し訳ありません。その代わり今までお渡ししてある手形は必ず落としていきます。絶対に不渡りは出しません。勘弁してください。ガスかエアーがブラム、スロー回転でエンジンがかぶるということは混合機が濃すぎるということだ。ということはニードルジェットを細くして、止まらないじゃないか。見ろ、止まらないぞ。翌朝、総一郎はキャブレターのメーカーを小田原に訪ねてキャブレターの改良を依頼した。どうだ。はい、OK です。よし、エンジンをかけてみろ。アクセルを戻せ。止まりません。大丈夫です。やっぱりキャブレターだった。やっぱり俺は間違っていなかった。そうか、うん。じゃあ 220cc を作っても大丈夫なんだな。うん、うん。結局ドリーム号 4E 型の不調の原因の一つはキャブレターとエンジンのバランス不良、もう一つがフロートチャンバーの取り付け不良であることが分かった。総一郎が作ったエンジンの性能にキャブレターの精度がついてこれなかったのだ。この後ドリーム号 4E 型は本来の性能を取り戻し、ドリーム E シリーズの中で最も多く生産された。ドリームも社長のおかげでなんとかなったし、生産調整も進んでいる。あとは7月10日の手形決済を済ませれば OK だ。苦労をかけたな。いや、いい経験をしたよ。ところで社長は前に満東の TT レースの話をしていたよね。おう。マントー TT レースとはイギリスのマントーで1907年から開催されていたオートバイの国際レース。マントーを制するバイクは世界最高のマシンと称された。島の坑道を使ったコースは1周およそ60キロ、高低差およそ400メートル、200以上のコーナーを持つコースで平均120キロから150キロのペースで走る。まさに二輪のヒノキ舞台だ。あれに出てみないか。な、何を言い出すんだ。昔から挑戦したいと言ってたじゃないか。しかしこんな時に。こんな時だから言うんだ。この不況と欠陥騒ぎのドタバタで従業員はすっかり気落ちしている。だからこそ希望が必要なんだ。俺も男と生まれたからには世界を相手に自分のエンジンで戦ってみたい。やってみるといいよ。金は何とでもするさ。そっか、満島か。ドリーム号の欠陥問題に片がつくと藤沢は本格的な資金繰りに乗り出した。ドリームの改良は完全に目処がつきました。すでに売れた分については全てキャブレターを無料交換しますから、ますます
ホンダのオートバイが街中を走り回ることになるでしょう。ほう、こんな中で無料交換ですか。8000万円の損害は覚悟しています。しかしこれからうちが立ち直ってくれば微々たる金額ですよ。それさえ済めばうちには日本のどこにもない新しい工作機械が揃っているし、ホンダという天才がいる。株以上の製品が出てくるのもそう遠いことではありません。私の役目はやがてホンダ技研工業が日本の殻を突き破って世界に飛び出すメーカーになる手助けをすることなんです。ほう、なるほど。藤沢は銀行に行って融資を受けるために頭を下げるような男ではなかった。彼は企業に託した夢を語る男だった。その夢を買ってみよう、そんな気にさせる男だった。結局三菱銀行は2億円の融資を申し出るのである。1954年6月、総一郎は TT レース視察のためヨーロッパへ向かった。会社の存続をかけた手形の決済を控えた時期にあえて総一郎を満島へ向かわせたのは藤沢だった。あ、早い。本場のレースの水準は総一郎の想像をはるかに超えていた。ヨーロッパの一流メーカーが仕立て上げたレーサーは同じ排気量で総一郎の作ったオートバイの3倍もの馬力を出していた。やはり俺も井の中の蛙だったのか。お、ねえ、どうだった、手形は落ちたか。うん、そうか、すまなかったな。いやそれより随分と。ああ、みんなオートバイの部品だよ。おかげで一文なしになったがね社長らしいよ。こうして総一郎は挫折にめげることなく自分の目で世界の最新技術を確かめたことによって1954年の危機を脱し、ホンダ技研工業は飛躍的な成長を遂げ、日本のオートバイ生産の記録を次々に塗り替えていった。そして念願の TT レース初出場を果たしたのはわずか5年後のこと。その時ホンダのオートバイはヨーロッパで絶賛された。かつて見たことがない時計のように精細だと欧米人を驚かせた。そんなマシンの性能を証明するかのように、その2年後には初優勝を収めるのである。